日本を取り戻す CGS 武田邦彦です。今日はですね、今非常に話題になってますし、皆さんもご心配になってんじゃないかと思うんですが、地球温暖化ですね。これに伴う SDGs といいますか、持続性があるような環境の中で我々住みたいという希望もありましてね、もうそういうことを皆さん必死になってやってるわけですが、これについて2つだけお話をしたいと思います。こう言うとね、また反撃を受けますが、私はね、学者ですからね、自分の意見っていうのはそれほど言わないんですよ。それは武田が一番言ってんじゃないかって言われますけど、そうじゃなくて、学者っていうのはね、基本的には分かってることをただ説明するだけなんですね。だから、こうなりたいとか、こうしたいとかいうことは、あんまり学者としては適切じゃないんですね。ですから、あまりこの番組を見ておられる方は、もしかしたら政治的なことに関心があるかもしれませんが、私が今から言うことは、そういう政治的な意図とか、そういうことは関係ないんで、一つ思ってお聞きいただければいいと思うんですね。世界がね、環境問題っていうのは、金になると。いうふうに思ったのはですね、1955年に起こったロンドンスモッグだったんですね。その当時まではまだ人間の力が自然に影響が及ぶってことはないだろうと、基本的にはそう思ってたわけですね。ですから、昔ですね、石炭を焚いて黙々とした煙が出てるような工場ってのはいくらでもあったんですが、もうそれはね、工場を叩いてた歌があるんですね、いっぱい。工場から煙が黙々と立って、この繁栄は素晴らしいなんていうね、歌が結構あるんですよ。つまりそれまでは人間の作用っていうのがそんな自然に影響があるなんて考えてもなかったんですね。ところがその一番最初が1955年に起こったロンドンスモッグだったんですね。この時にはロンドンっていうのはほとんどその頃石炭を焚いておりました。寒いですからね、冬でしたね。12月4日ですよ。で、皆さんが家で暖炉、そうすると煙突があって煙突から煙が出る。それからバスとかそういうのも性能悪かったですからね、ガンガン排気ガス出してた。そして、その上空にですね、ちょうど冷たい空気がですね、北海の方から来ましてね。それで逆転層、いわゆる上の空気の方が重たいと、下の空気が軽いという状態になっちゃったんですね。つまり、ロンドンではストーブなんか炊きますから、だんだん温度が上がって、だいたい午前の8時頃になると、すごく暖かい状態になって、それで空気軽いわけですよ。ところが上に滑り込んできたのが北海からの冷たい空気だったもんです。重たいんですね。そうすると上から押さえつけられたような感じになりましてね。それで結局、石炭の煙っていうのが上に上がったけど、そこで押し戻されて、もう一回地上に帰ってきたんですよ。それでね、ひどいことになったんです。どのくらいひどいかっていうのは、その当時の記録がいっぱいあるんですけどね。午前の10時から映画館が開かれてね。あの頃映画っていうのは非常に流行ってましたから、みんなが映画を見に行くわけです。ハリウッド全盛時代ですから。そうするとね、客席からもうスクリーンが見えなかったそうです。梅煙で。梅煙で、客席からスクリーンが見えない。それだけど、今だったらね、大騒ぎすると思うけど、その頃は人間のそんな活動が自然に影響して自分たちの健康に跳ね返ってくるなんて、もう考えがないもんですからね。なんかエアに煙ってるのはぐらいなんですよ。どっから煙が来てんだって、こんなもんだったんです。それが、実は致命的なスモッグだったんですね。それでその4日間で、4000人がロンドンで命を落としました。それが初めての本格的公害ですね。その後にロサンゼルス郊外とか東京の光化学スモッグとかいっぱい出てくるんですけども、その一番の根元だったんですね。で、気管支炎になったりいろんなことになりましたから、翌年の4月までにお亡くなりになった方が1万人に達しました。これ大きな事件でしたね。これがきっかけになりまして、環境っていうのは大切だとか、環境は金になるぞとか、そういう話になったのが、1955年ですからね。今からそうですね、だいたい70年ぐらい前にそういう状態になった。それがですね、そうするともちろん真面目な活動はいっぱいあったんですよ。そういうスモッグをなくそうとかね。自動車の排気ガスも随分綺麗になりましたし、マスキー法っていうのができてですね、そういった活動があって、活性汚泥法で排水を綺麗にしたりね、脱硫脱硝技術もできましたから、空気も非常に綺麗になって、現在の東京なんかはですね、もう全然綺麗になりました。私が就職した頃には横浜におりましたけどね、車でその頃通勤してたんですけど、自分の目の前の信号は見えるんですけど、次の信号は煙って見えませんでしたよ。東京でもね、横浜東京でも。だそういう状態でしたね。そういうその人々の不安がある時で出てきたのが、1972年の石油ショックですね。石油はもうあと30年でなくなると。これは成長の限界っていう本をですね、マサチューセッツ工科大学のメドウスっていう教授が書きましてね、それをまあ NHK をはじめ日本のメディアほとんど全部がそれを報道して、これはもう石油は30年でなくなるし、汚染も進むし、食料もなくなって、で、人間の文明っていうのはこのまま行くと2050年頃には終わりになって、世界中で死ぬ人が公害とか食料不足で死ぬ人が30億人になると。そういう計算結果が出ましてね。そして、まあ、大騒ぎになったわけです。これが石油ショックですね。1972年です。ところが、この石油ショックの騒ぎっていうのは、実は仕掛けられたものだったんですね。1960年ぐらいから、当時セブンシスターズって言って、現在言えば巨大石油資本、国際石油資本ですね。これが7つの会社が牛耳ってたわけです。それで、石油の値段がですね、バレルつって樽なんですけど、1樽あたりっていう計算なんですが、2ドルだったんですね。2ドルでも一応儲かったんですよ。どうせ地中にある石油っていうのは0円ですから、組み上げるだけですから、その当時はまだ組み上げる必要もなくてですね、圧力が高かったもんですから、油田の。油田にパイプを突っ込めばね、自噴して出てくるんですよ、自動的に。それをただタンクに入れるだけですからね、1バレル2ドルでも十分だったんですよ。ところが、だんだん産油国も、儲けを俺たちによこせって言うんで、セブンシスターズっていうのはアメリカとイギリスとフランスの会社の総合的な数が7つあったもんですから、セブンシスターズっていうんですね。で、そこからよこせって言われるから、これはね、ちょっと細工をしてね、石油の値段上げなきゃいけないって言うんで、1960年代から、この膨大な石油利権から、各大学とか作家とか、いろんなところに配りましたね、金を。ガンガン書いてもらったんですよ。石油がなくなるって。それでもう、ついに石油がなくなるってことになったの。あと30年で。これで結局、石油はですね、一時バレル30ドルもできましたけども、結局は24ドルに収まりましてね。それで約25年間、24ドル時代っていうのは続くんですね。そうしますと、石油を掘ってる方としては、何にも苦労しないのに、噂だけで10倍以上の、12倍の売り上げになりましたからね。もう全然答えられなかったわけですよ。ところがね、この話っていうのは、日本人はほとんど全部信じちゃって、今でも石油がなくなると思ってる人いるんですけどね、これはトリックだったわけですね。別にその資源学とか石油学から出てきた話じゃなくて、その金を儲けようって話から出てきたもんですから、もちろん嘘なんですよ。全然学問と関係ない話なんですね。それがバレたのが1980年だったんです。8年間かかりました。世界ではですよ。僕はまあ資源学が、名古屋大学で資源学、学問領域としては物理なんですけど、使用するところはまあ資源学が主だった材料資源ですね。その頃からもう国際学会では石油はどうもいっぱいあると。何の心配もないという話になったわけですね。それが1980年です。それに加えてその頃にはもうすでに地下3000メートルぐらいのところにシェールガス、シェールオイル、シェールコール、石炭ですね。こういったものがかなり無尽蔵にあるっていうことも発見されておりました。実際にシェールオイルが地上に噴出して出てきたのは2000年なんですけども、学問的にはもうはっきりとどのくらいあると、だいたい4000年分ぐらいだなという感じになってきましてね。それでもう1980年ぐらいからヨーロッパなんかではもう石油がなくなるって話はもうできなくなったんですよね。